1603年に江戸開府と同時に、まあ、家康公に作らよって作られましたこの日本橋です。昔も今も道路の起点には変わりがございません。昔は五街道、ただいまは高速道路あるいは、国道の起点ということで道路原標の、最初のゼロ地点がこちらにございます。まあ、日本橋の橋の名前の由来でございますけども、最初は丸太でできたみたいですね。向こう行くときとこっち行くときにですね、丸太が2本しかなかった。それで日本橋になったという、まあ、これは本当だかどうだかわかりませんけれども、日本橋はですね、道路の起点だけではございませんで、江戸時代はこの商業文化の中心でもございました。江戸の全部のですね、お金が全部こちらに集まってきたという、そういう流通の中心でもございましたね。この現在の橋自体はですね、その当時のままではございません。明治時代に建てられて100何年か経っております。今日本橋という字がございますけど、あれはですね、最後の将軍吉野武功が書いたというふうに言われております。吉野武様、慶喜様、慶喜様と言って親しまれておりましたけれども、慶喜様にあやかって日本橋が景気が良くなるようになってもらいたいと思います。はい、日本橋でございました。